つ見どころですね。はい、ベンチメンバーはね、試合の流れを見たいところなんですけど、ウォーミングアップでこの流れにうまく入んなきゃいけないんです。はい、そうですね。スピーディーな流れだと、入るの非常に難しいんで、そうですね。はい、どれだけそのウォーミングアップの中で自分のイメージと体のイメージの動きを高められるかっていうのが重要なんですよね。いや、途中から入る選手はきついからね、だからそれだけで上げとかないと、やっぱりこういう激しいゲームではね、すぐに入っていけない。中山さんの言う通りでね、